皆さんこんにちは、山手屋です。本日も豊洲ぐるり公園に来ております。前回の兆候から結構水の濁りが出ていましたんで、今日はと思い期待して来ております。本日の天候は曇りで、中潮の下げからのスタートでした。本日なんですが、先日ガマカツのサグリ銀座風呂 H の300を購入いたしました。で、実際にそれを使ってみて、どれぐらい竿が曲がるのかっていうのを検証しに来ています。先端は、チタンが好きなので、チタン合金のものに変えて使っています。どんどん通常ならばいる場所のポイントを攻めていっております。濁りも出ていますんで、もういよいよ釣れてもいいんじゃないのかっていうような感じです。実際にここですね、ここのところ、少しポイントのところを遠投して投げていっております。相当なクロートのヘチ釣り師の方ならこの時点でお気づきかもしれませんが、この時点でカニの餌が取られております。というわけで、いろいろポイントを変えながら探っていこうとしております。カニも新鮮なのを使っていたんですけど、残念です。その後1時間ぐらい結構やってみたんですが、結局当たりが1回もなかったので、こんな感じでまた水中動画を撮りに行こうとしています。カメラを下につけて、まあ、移動するだけですね。こちらが水中動画です。結構濁りが入っていて、本当に黒鯛釣れそうな感じなんですけど、黒鯛どころか小魚1匹いませんね。やっぱ水温が冷たいせいでしょうか。というわけで、結局魚を釣って竿を曲げることができなかったので、家にあったいくつかのヘチ竿をペットボトル 500ml ものですね、こちらをつけてどれくらい曲がるのかっていうのを検証していっています。こちらが黒鯛工房60のものですね。こんな感じで持ち上げれてます。結構重たいもんでも上げれちゃいますね。一回これでわらさがかかったことがあって、それでもわらさなんとか釣ることができたんで、本当に強い竿なんだと思います。ただめちゃめちゃ硬いですね。最初に使ったのがこちらの竿で、全く使いこなせませんでした。うわーくそ、おーい、結びが甘い。来た。ただ仕掛けが太くて、魚が強かったりすると、結構この竿はそういった場面で有用でした。こちらが豊洲で初めて年梨を釣り上げた時の映像になります。季節は確か5月の半ばになりますね。
ちらが、まあ、最近購入したガマカツのサグリ銀座風呂 H の300です。先端を地帯に変えているのでちょっと先っちょが違う感じかと思いますが、割とこれも結構強い竿ですね。あと粘りがある印象です。こちらがサグリ銀座風呂のノーマルのティップのやつですね。こんな感じで曲がってます。サグリ銀座風呂なんですが、ティップを変えて結構長くなっちゃったんですけど、10センチぐらいかな、長くなったんですけど、あの塚本の下の方に入れれるところの間の空洞が結構長くて、余裕で長くても収納することができました。ただ黒大工房のティップ、チタンティップをガマカツの竿に入れようとする場合は、こうやって元のところをヤスリで削る必要があります。あと先端の方なんですが、見やすいように赤色のマニキュアをつけて見やすくしています。硬さは H ですね。一番硬いやつをチョイスしています。また元々竿も H なんで。こちらがガマカツのサグリ銀次郎を使った時の竿の曲がりを見ていっています。実際の魚に対してはこんな感じですね。こちらが林雄祭 S の280を使っています。こちらもティップをチタンのものに変えています。当たった時の曲がり方こんな感じで、持ち上げて竿に乗せた時っていうのはこう割と胴から真ん中からグニョーンって曲がる感じですね。独特な竿だと思います。この竿のいいところはしっかりとタメが効くので、本当に魚があんまり暴れないですね。魚と喧嘩しない竿だと思います。ただこちらの状況は49センチの黒鯛、すごい元気の威力がかかっていたので非常に暴れ回ってますね。うわー、とんでもねえ、とんでもねえのが、あ、切れるな、切れるな。うわー、マジか、このサイズ。浮いてこい、浮いてこい、よっしゃ。よしよ、ほうほう、やった。ああ、口元バッチリや。ねえ、いるんすよこれが。結構ね。いやー、これよう引いた。危なかった。オーバーハングいっぱい入ってた。最近は本当に釣れないもんだから、ヘチ釣りのプロの小五さんのフィッシュオンチャンネルを見ています。
こちら本当におすすめですので、皆さんぜひ参考にしてください。最後にこちらが昨年の4月半ばの調校結果となっています。いや、4月まであと少しですね。もうちょっと水温が上がってくれば結構釣れるかと思います。本日もご視聴いただき誠にありがとうございます。よろしければチャンネル登録もしくは高評価ボタンをいただけますと幸いです。